Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間は浦和レッズ対ザスパクサス群馬、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。浦和レッズ対ザスパクサス群馬。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。やはりユンクト、ヘディングー、うわー、来た、いやー、頭で見事に流し込んできました。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。さあ浦和、パーチのあるゴールが決まりました。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから、ここからまた乗ってくるんじゃないでしょうかね。どうだ、クロス、カット、デブライネ抜きに行くか。さあ持っていく、チャンス、小泉。浦和がこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。序盤でリードできたのは大きいですよね。ここからさらに動きが良くなるんじゃないですかね。柴戸から真渡り、これは届くか、これはチャンスだ、狙えるか、シュート、決まった、追加点、マーチ、連続ゴール、一気に畳みかけます。技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。いや、これは巻いていくシュートのイメージ、シュート、ー追加点、立て続けのゴール、決めてきました。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが。